まあ、最高の雰囲気の中で充実した90分間でしたし、まあ、勝ちたかったですけど、すごいいい90分間になったなって思います。まあ、コロナ禍だったり無観客試合の時があったり、まあ、この当たり前が当たり前じゃなかった時期もあったんで、ね、まあ、今こういうふうに大勢のお客さんの前でサッカーできていること、もっともっと感謝しなきゃいけないと思いますし、まあ、次は勝ち試合を見てもらって、また来たいって思ってもらえるようなそういう試合に、まあ、でもただ今日負けましたけど、選手一人一人が戦う部分だったり、最後までやる部分だったり、そういう部分っていうのを見てもらえたと思うし、まあ、いい負けていい試合はないんですけど、そういう部分を見てもらえたなと思います。11ゴールっていうのを最初に掲げて、まあ、チームとしてはベスト4以上、カップ戦、リーグ戦8以上全て達成して優勝もして歴史を塗り替えたのに、まあ、個人としてはそこを塗り替えれなかったところは本当に悔しいですし、まあ、今日点取りたかったですし、PK のシーンになったらどっち蹴ろうかなっていうのを考えてたんですけど、まあ PK も、まあ、際どかったっていうのを福島さんも言ってたんですけど、まあ面白かったですよね、PK だった方がストーリー的にはね。あとで福島さんに言っときますわ、あとで PK にしてくださいってしたらだってね、外しても3試合連続外したっていう、絶対そんな人いないでしょ今まで。決めたらアビスパの歴史を塗り替えた、福島さんにあとで言っときますただまあ悔しいですね。そうですね、俺だからそれこそ11ゴール目決めた時のゴールセレブレーションっていうんですか、それも決めてたんですけどね、昨日の夜もイメージしながら寝たんですけどね、まあ、悔しいですね。どんなイメージがいいと思いますか？やだよ、決めてないのにこんなカメラの前、やだよ、恥ずかしいよ。じゃあ続くということで、この続きはまたピッチで、はい、はい、ありがとうございました。何最後の質問それ質問ってこと、まだまだ